タイトルでやるよ。本当だ、誕生日。誕生日さん、なんかケンケンパさん誕生日らしいんですよ。ケンケンパさんって、はい、イケメンロボット使いの。なるほど、イケメンロボット使いはさらに誕生日で来たらもうなんかもう勝ったようなもんじゃないですか。もう犯しましたねこれは。もう勝ったよ。もう流れがだって来てますからねこれは。まあ、誕生日流れ来てたらなんかもう、はい、誕生日の日でもでもですね、アルカップでハッピーバースデー単語あるんですよ。マジですか。あれね、悪いことが起こった時に言うんですよね。いやそれってあれですよね、あのドミバーっていうの。そうそうそう、アシストと一緒に攻撃が巻き込まれた時にハッピーバースデーって言われるんですけど。 あれですか。そうそうそう、はい、だから誕生日はまずいかもしれないですよ、もしかしたら。いやでもサブロの誕生日はめでたいかもしれないですよ、はい、確かに確かに。まあアルカップでしたっけ。そうアルカップです、ね、アルカップは分かんないですけど、はい、ちなみに僕の誕生日は来月の1月23日なんですけど、はい、ペルソナ公開日と一緒で。あ、はいはいはい。まあちょっと楽しみにしときます、ゆいさん。なるほど、はい。お、さあケンケンパロボット対モツナ。誕生日ロボットですよ、はい、誕生日ですロボット、リュウか、リュウですね。まあ、細かく言うと誕生日ですロボット、はい。まあ祝いましょう。今日のメブロはケンケンパさんを祝福しますよ。これセービング結構機能しないんじゃないですか。結構空中で。あ、確かにそれはありますね、はい。どうなんですかね。どうなんでしょうね。ただ空中でしか着地かれないとなるとちょっと厳しいので、はい、やはり使いどころ始まりましたよ。さあ開幕先頭取っていくのは誕生日ですロボット。あ、うまい。あ、どうなんだこれは。これは何が見えた。さあジャスが素晴らしい、はい、痛い。あ、痛い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 ですよこれは。モサベリュウといえば結構有名ですからね。そうですか。前回僕この人のルカリオに負けたんですけど、リュウも使うんですね。リュウ、最近はリュウの方が多いイメージですけど。なるほど、すごい活躍しますこのリュウ。まあ、見てる感じ今かなり素晴らしい立ち回してますからね。ケンケンパロボットじゃなかった、誕生日ですロボットの着地がうまいぞ。ロボットって結構着地とか復帰がめんどくさいイメージなんですけど、しっかりと着地してきますね、はい、これですよ、この技が強いんですよね。強いですね。さロボット結構マーズキャラなはずなんですけど、結構アグレッシブにケンケンパさんは行くタイプですね。そうですね、やっぱり誕生日だからでしょう。あ、めでたいです。おっと、何か見えた。あっと、あとこれは焦らせるか、焦らせるか。いや、今のは死ななかった、やられなかったのか。これはやばいぞ。さあ、2択を回避して後ろ。さあ、誕生日ロボット着地。お、うまい。とハッピーバースデー。ハッピーバースデー着地。着地、しかし近づきたくない。あー、これはやばいか。これは今のはウェビーなのかな。とりあえず痛いミスですね。そうですね、まあ、先頭取っていったのはモサメリュウ。さあ、こうあっと、このまま痛いんじゃない。あっ、さっきも見た。おっと、しかしもう超消しにする。回避先読んでましたね。ミスマッシュで撃墜しましたね。されてますね、誕生日です、はい、ロボット完全に五分ですよこれは。筋肉うまいからモサメリュウ、前の管理がうまい。投げて車が入る、また投げれないが、さあモサメリュウ技の置きがうまいですね。モサメリュウ相手のこれ相手のシールドもうないからガフなんじゃないですか、はい、厳しくなってきましたね、はい、おっと、おっとうまいぞ。あっと痛い。おっと、おしゃれおしゃれなコンボ。さあ一発一発がリュウは痛いですよ。誕生日ですロボット、ね、なんとか誕生日を祝って言われたいですね。さあ、まあ、誕生日だろうと相手は容赦ないので。さあうまい、おしゃれなコンボ。さあ整備対策の空へ。おっと、しかしあまりモツナメさんは背びをしない感じですね。そうですね、結構もう諦めてるんですか。おっと、これはまだずらしがうまいですね。まだ倒せない。あるの。おっと、さあこれしかし真下投げは2択か。しかしこれもう竜の恐ろしい昇竜拳。あ、ま、これはまた出てしまった。これはあーっこれはもったいない。これは2ストックとも横 B の暴発からでしょう、おそらく。そうですね、これは昇竜拳を送っちゃいましたね。もったいないですね、非常に。これはかなりもったいないですね。そうですね、まあしかししっかりと半角ガードして半角を取るモツナメリュウも素晴らしいですね。そうです、カリド、まあ、結構あそこガード漏れる人多いのでガードを離しちゃって、そして最終段までしっかりガードして勝利を取ったとか、めくりにも対応してましたし、はい、うまいと思いましたね。ちょっと誕生日だからちょっとはっちゃけすぎてますね、ロボット。だいぶはっちゃけてましたね。ちょっと腕をくるくる回して、ね、ちょっとバーみたいな。やってくれみたいな感じでしたね。ちょっとジャレ吹いてましたね、だいぶ。まずいですよ。クリスマスは終わりましたからね、はい、誕生日もプレゼントをもらいに戦場の終点がですね。さあ、これは多分そうですね、このやっぱ崖の空中下を狙ったんでしょう、はいはいはい、なるほど、リュウのウェビーは結構出ますからね、そこら辺、ね、さあクエヌから投げが確定、クエ、さあ29パスまで確定コンボ入れて着地があります。
サリューの低空灼熱は結構強いですよ。上さあ、あ、着地付きに置いている。おっと、やっぱロボ使いはこのコマの使い方が非常にうまいですね。おっと、先ほど見たが当たらない。そろそろ当ててほしいぞちょっとリューの吹っ飛びが低い。ちゃんとずらしていますね、モサメさんが。そうですね、前です。作へのなんだおっとさあ踊り出した。急に手を上げ始めた。誕生日を祝ってくれと言わんばかりのダンスをし始めたこの誕生日ミスロボット。さあ両臂から、両臂で下臂から、おっとこの踊りは何なんだ。あっと、これはそろそろちょっと怖くなってくるか。これはそろそろ致死量なのではないか。ロボット、ロボット意外と軽いですからね。そうですね、非常に軽いんですね、はい、あっとちょっと確認をミスってしまったか、モサメリュウ。さあ生きるか、ステージが生きるか。これおっと、コマを嫌がった回避のところにウエスマッシュ、ね、しかもあれジャンプ上がりとその場上がりをしてもコマに当たってしまって、結構あの位置に飛んでくん、ウエスマン確定ってするロボットネタですね。非常に強いセットプレーなんですよ。なるほど。さあここからエルビー。さあ着地が先ほどからうまい、この誕生日ですロボット。そうですね、先ほどからなんかロウソクの火みたいなの出して降りてますねロウソクの火、はいところで一体何歳になるのかわからないが、ろうそくの火を太陽に灯している。さあ着地をしっかりと買って、ほかほかするとロボットはダメ確定しないんでしょうか。さあクエヌからボーストーブー、空中首都で撃墜していきましたね。撃墜していくモサメリュー、はい、おうまい。さあ気づけば34。これ相打ちだと龍眼のパーセント高いんで良くないんですよ ね、 そうですね。あと龍も重いので、はい、そこも非常に。あと、あっとなんか先ほど言ってたコマ置きのあれですね。お飛びすぎです、この技。ずらしに見つけましたね、リフ側でも分からないですよ、こんなもんバタバタしてるんですよ。そうですそうです、はい、ずらしも含めて、あの食らってる時のずらしも含めて、はい、まあちょっと難しいんですけど、割と誘導することはできるといえばできるんですけど、ただ、はい、難しいです、やはり、まあ、ロボット動いてますからね。そうですそうです、まあ、今のずらし方向ミスってしまったせいかなとも思うんですけど、ですがあの技非常に強いので。強いですね。さあ1対1。さあステージはどこを選ぶ。ガウル平原の終点かでしょうか。お、ガウル平原ですか。ここは一応草なんで摩擦がありますよね、確か。なるほど、コマが滑らないようにということですかね。それか谷捨てするキャラでもないですし、そうですね、まあ好きなんでしょう。ただ人気あるステージなんで何とも言えないですよね、まあ、確かにこのステージはよく選ぶ人多いので、はい、まあ、一応反対側に回れなかったりするんですよね。そうですね。さあ開幕戦と取っていくのは、おっと、おっと先ほどからコンボを変えてきましたね。上投げ、まあそうです、ロボットテンパーだと上投げからコンボがつながるので、先ほどからずっと空中前だったんですけど、はいはい、欲望の欲火力を上げてきましたね、はい、状況重視からダメージ重視に切り替えたというところでしょうか。そこからさあコマを操作して、コマうまい着地、着地狩りが、さあ回避を読んでいる経験のロボット。このケンケンパロボット、非常にこの相手のずらしと自分のジャンプがミスったときにこの回避を読むのが非常にうまい。そうですね、もう空下から、はい、さあ後ろ投げ、さあ空前当たって、おっともしかして、おしゃしやり返す、やり返していくこのロボットのネタを自分もやっていく確かに結構強そうですね、昇竜拳とか当たりそうですね。そうですね、昇竜拳当たりそうですね確かに今思ったらコマ取られたらやり返せますもんね、はい、ちょっと気づき、あっと、あっと、竜巻が漏れたか、竜巻漏れて、これはどっと、お互いきつい、恐ろしい恐ろしい、あっと、さあこれ竜そろそろ倒せる圏内なのか、どこどこと歩き出した、あっとこれは、これは、あっとこれはもったいない、おっと、助けないがあんまり先ほどと、あっと、足回避に小足が置いてある。竜の横スマッシュ意外と隙ないんですよね。全然ないです。先頭取っていったのはモサメ竜。さあ、クウマイからクウマイ、ゴリゴリ減って、そこまで一緒に落ちてくる。かシールドがもうないですよ。かし投げ、あー、ザミルが高いですね。さあ、相手が誕生日だろうがなんだろうと許さない、高みを目指すユウというキャラ。あと下投げ、これは回避してしまう。二択を勝っていく誕生日ですロボット。さあ、ここからからクーマ当たって気まずいか。さあ着地がうまい、この誕生日ですロボット。おっとさあ、おっと反角うまいぞ。
ちゃんと取っていきますね。さあ勲章置いて場外出す。これはもう場倒せる圏内か。さあそろそろ着地にも慣れてきたか。おっと小昇龍、弱昇龍どう打ちましたか。やっつけれるんですかね。あこれはダメされてる。おっと確認をミスってしまう。怖いすぎる。しかしまだロボット側ありますよこれ。そうですね、やっぱ下鍋空中へという闇の下技があるので。あうまい、うまい。カスタテから勝ってよ。しっかり走って昇龍拳。さあ勝っていくのはモサメ流。誕生相手が誕生日だろうか。関係なしです。祝う気はさらさらないと、はい、むしろここで負けたことによってこうケンケンパさん苦境に落とすっていうライオン式のライオン式のあのお前に経験を積ませてやろうという、積ませてやろう、誕生日プレゼントですか。誕生日プレゼント、敗北をプレゼントしましたね。なりますね、龍。勝ったのはモサビ龍です。おめでとうございます。